さあ、それでは、ねえ、澤さん、打ち来ましたながらね。解説していこうか。あ、じゃあ自分がちょっと打つ。俺じゃね？ 位置的に俺じゃそね？うなんですか。まあ、どっちでもいいけど、まあ、いいっすか？じゃあ、ちょっと、あ、打ちたかったな。じゃあ、まあいいや。はい、いきますよ。はい。じゃあ、澤さんはもう適当に言ってってください。いろいろね、出たら。まあ、通常時なんですけど、左リールね、チェリーこぼさないんで、どこでも基本いいんですよ。へぇ、あ、左はね。まあでも前作と同じように、まあここがいいかもしれないね。で、ここご覧ください。32ゲームから始まりましたけれども、前作同様ですね、32ゲーム1周期になってますね。で、成立子役を見てですね、子役入賞だね。入賞時にこういうふうにレベルアップしていくと。で、32ゲーム消化すると、そのレベルに応じて AT の抽選をすると。やっぱ今回もあれですか、レベル10が最高。レベル10が最高で、レベル10だとまあ確定みたいですね。ああ、はい、そうなんですか。うん、なるほどなるほど。で、嬉しいことにですね、はい、前作同様、持ち越しがあるみたいなんで。なるほどなるほど。だから、はい、レベルのその獲得ゾーンはないみたいですよ。おむしろもう10あったら次の周期も頑張らないとっていう。頑張らない。なるほどなるほど、いいじゃないですか。うん、で、君にやれるのか。まあ、32ゲーム過ぎたらジャッジメントバトルという。あ、前作もありましたね。そうなんですよね。そのバトルで AT を告知するという感じですかね。あ、ただそれよりもね、一番すごい気になってるのがこのネモフィラちゃんがね、可愛いんですよね。ザーさん的にそっちなんだ。そうですね、リリスちゃんじゃないんだ。リリスよりもやっぱりネモフィラですね。そうなのね。あと個人的にアツナもね、好きだったんですけどね。全然違くない？メガネが好きなんですよ。あ、ただちょっと今回のね、アトナさん、なぜかわからないけどメガネ取っちゃったんですよ。そうだね。あ、おチェリー出ましたけど、チェリーが出たら中リールにピンクで、右リールにもピンクを狙ってます。で、どちらにも出なかったらジャックチェリーですね。へー。まあリプレイフラグなんですけどね、主に。なるほどなるほど。はい。で、じゃあザワさん、ステージでも紹介して。これ何ステージだっけ？はい、これは、カジステージですっけ？そうですね。お、なるほど。レイラが、はい、まあいろいろ使われてるわけですわ。こき使われてる。そうそうそう、お姉様方にね。シンデレラっぽく。そうそうそう。この他にステージは？この他にステージは？ああ、はいはい。忘れた。この他にもね、あれですよ。この修行？あ、そう、修行ステージ。修行ステージがマリア。マリアがメインです、ね。なるほどね。であと迷宮ステージ。はい、あ、なんか引いた。おっとっと。ごめんね、話を。これ前作もありましたね、レア役対応の演出で、今1リールで終わりましたけども3リールまで行けば熱いと。で、スイカがテンパった場合、今回上段にもテンパる可能性があるんで注意してほしいんですけども、右リールにピンクを狙ってください。で、ピンクが下、なんていうの、下シンデレラ絵柄が止まれば強スイカですね。この場合弱スイカになります。一気にレベルが2上がりましたね。そうですね、弱スイカはでも割としょぼいんだけどね。今日も頑張ります。で、何でしたっけ？あ、ステージです。ステージステージですよ。で、あと迷宮ステージ。迷宮と迷宮ステージがあれですよ、あのアテナが。なるほど。アテナちゃんが主人公っていうかメインのですね。あとあれですよ、リリス。ビーチステージ。ビーチステージがリリースで、なんかあれですね、獲得ポイントの獲得レベルアップし、そうですね、しやすいらしいです。あと前作にあったプリシラステージ。あ、一番激アツのステージ、ね、激アツのステージですね。プリシラで全然ポイントがレベルが上がっていかないとすげえ悲しいんだよ ね。え、なんでっていう、うん、地味。さっきなんかレイラちゃんの顔が可愛かったです。まあ、レイラちゃんの顔が可愛かった、レイラちゃんは料理に成功した時に。あ、なるほどね。あ、バンバン打つなと、ちゃんと見ろと言いたいわけね。うるせえよ。で、今周期がゼロになりましたけれども、6レベルで抽選を行うという感じですね。微妙ですね。微妙。どうなんですかね。あ、今回あれですか、味方なんですからね。そうそうそう、お姉様方が味方なんでね。おお、心強い。はい、さあ、行きましょう。で、まあ前回と一緒だね。こう右に行けば行くほどバトルが 1,2,3,4 種類あるのかな。あ、いや、もう城まで行っちゃったら一気に確定ですね。10レベルの時は行くはず。おお、ちょっとお願いします、城見たいです。いやいや、6レベルだから。どっかしらのバトルに行くんですけど。お、2番目。まあ、いやあそぼう。ちょっとこれは遊ばないとダメですよ。ね、ザーさん、いちいち拾わなきゃダメかな、こういうの。まあいいか。いや、で、はい、で、これね、バーサスレイラに今なってますけど、これがステージごとに対応キャラがいるんですよ。で、土の国なんで、
誰だっけ、マリア、マリアがバーサスだと熱いと、そういうのがあるんですよ。風の国だとザーさんの好きなアテネ、アテナ、なるほどなるほど、あ、要するにあれですね、レイラじゃなくてお姉ちゃんが、お姉ちゃんが出てくると熱いと。あ、なるほどなるほど。さらにさっき実戦で確認したのは、はい、姉ちゃんとレイラ2人で戦うと一応確定、今のところね。おー、愛の決勝ですね。実戦上ですよ、実戦上、はい、なるほどなるほど、痛いですね、フルスイングです。ちょっと、コージさん、6だ、この人ほら喜んでる。6でも勝つときは勝ちますよ。なるほどね、もう、はい、で、残念ながら今回負けなので自習期に行くと。まあ、おー、初めて見た、すごい。これ何これ、何これ、これはね、レア役対応でしょう。お、違う、まさか、あ、これはツンデレ、あれ、あ、これツンデレですね、ツンデレ、へー、中段リップ外れ、あとね、なんか不思議な出目も今回あるみたいだけど、基本的に中段リップ外れがツンデレ目ですね。で、こっから8ゲーム間、8ゲーム間、8ゲーム間子役の確率が上がるんですけど、今回は8ゲームプラスアルファで8ゲーム以降は転落抽選になるみたいね。へー、で、ほら、あれもあるわけよ、なんだっけ、シンデレラ絵柄がのが揃ったらシンデレラ目、シンデレラ目ですね。そうですね、てかあれですね、ちゃんと赤くなって分かりやすい。そう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 。で、ここから8ゲーム間は子役の確率、子役レア役の確率が上がるのね。確か5のままだったら危険ですから。あ、だから出るんですね。そうそうそう、そうそうそう。で、ベルが成立した時とか、これなんだ、はい、あれ、あ、下段リプレイあるのね。で、こういう、こういうね、はい、ベルが成立した時とかは入賞を補助してくれる感じですかね。で、はい、レベルアップしやすいと。まだ6ですよ。お、7まで来ましたよ。お、来た、赤くなりました。これはもらったでしょ。しかもまだだって、ツンデレ目だからね。そうですね、参加しても無駄。でもね、ここで外すのが、あ、来た、あれ、おっと、1、2、2か、今いいですね、あれ、でもこれ押し順なんだよ。え、なんだこれね、でも確認してるんですけど、今実戦で、はいはい、あのナビが出てもレア役ってことがあるんですよ。ないね。あ、ほらほら、こういうパターン、こういうパターン、これは、あ、ジャックチェリーですね、でもね、でも多分これ狙わなくても、はい、あのチェリー取りこぼさないんで、チェリー出るはずです。はい、8まで来ましたよ。8行ったらもうもらったし。ちょっとね、10見たいですよ。え、これほら、また入賞でしょ。お、おー、来た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 、これは10いくでしょ。まだツンデレみたいなね、ツンデレゾーンっていうの、あ、これあれじゃない、なんかなんか、なんか、あ、ちょっと、これは、ああ、ああ、なんだよ、なんだバカ野郎、わかる人いないかな、この荒井中さんですね、ドリフですよ。あ、これで、ツンデレ目終わっちゃったんだ。ちょっと、10見せてくださいよ。10? あ、でも、ラスイチか。あー、ちょっと、あー、もう、当時さん、10見せてくださいよ。7、9なので、これは多分勝つでしょう。こっからジャッジメントバトルに頑張りました。今います。負けはさせないわ。そうだね。武道会へ行くわよ。さあ、どこまで行くのか。確かにちょっと、アテナさん変わったよね。髪の色、雰囲気が。髪の色が黒になって。あ、お、あれ？で、多分前作と同じだと考えるならば、ここでも、まあ、ポイント抽選は行われてるはずなので、もしかしたら、内部ではもう10いってるかも。ありますね。ザさん、いいこと言った。で、これ、火の国なんで、熱い、何これ、ムスペール、ムスペアか、かぐらちゃんです。なるほどね、確かかぐらちゃんです。なんてナイスな発音なんだろう。それが果たして、あ、あ、お、リリースだよ、さっき言った VS リリース、姉さんが、姉さん、しかも赤文字がタイトルね、プライドの炎ですよ。もうこんなの勝ったも同然でしょ。だって火の影たち、火の影たち、炎だよ、炎ですね。確かに、リリスちゃんのツンデレ具合がすごく、どっち、お、お、3ゲームいったら熱いじゃん、熱いし、しまいじゃん、どうだ、おー、全然本気じゃないんだからね、ツンデレですね。あ、いいですね、全然本気じゃない、いいですよ。これで、AT 確定ということになるんですけども、こちらご覧ください、ネクストお尻ペンペン。今回は AT の初期ゲーム層お尻ペンペンで決めるという形になってますね。はい、さあ、ということでバトルに勝利しましたけれども、さっきも言ったけどね、はい、今回はあれですよ、 AT 確定したらもうすでに、すぐに
ペンペンが体験できると。ありがたいですね。ということで、はい、バトルに勝ったキャラのお尻を叩くとあいうことになりますね。はい、でじゃあ叩く前にですね、おお、すごいすごい、このポーズすごい期待度も、その期待度さんどうなんですかね。さんですね、まあまあペンペンの基本仕様を説明しておきましょうかね、はい、これ惜しいのかな、はい、ペンペンはちょっとまだあのワンペンペンごとに1から100ゲーム載せるんですけれども、継続率が、90% から 99% ね。ただし10ペンペンまでは保証があるというのが基本仕様なんですけども、初期ゲーム数を決めるペンペンのみ1から10プッシュまでは3から100になります。なので最低30ゲームね。なるほどなるほど、ということになりますね。で大丈夫かな、俺が叩きたい。どうぞ。オープニングでね、カエザーさんがペンペン職人ぐらいのことをほざいてたんで、いきますよ、見せてよ、じゃあ、はい、はい、何違うよ、おいタッチパネルじゃないから。あ、そうなんですか、はい、じゃあちょっとこので大きくなったペンペンボタンを、お、そう、3から最低3なんでね。これ来たんですか、これなんか黄色く光ってるんですか。あ、ほんとだ、なんですかね、それ継続率さじゃないかと。あー、なるほど。あと、まあ、こう液晶のペンペンハンドもね、今回もピンクとレインボーがあるみたいよ。おー、あれってことは、あ、でももう、もうでも一応保証ペンペンは終わったよ。こっからが実力です、はい、見せますよ。見せてよ、これダメなんじゃない、ダブルで、おい、ダブルで、おい、それ放送、ほらほらほら皆さん見ましたか、マジでこれですよ。多分だよ、多分だよ、はい、まだあのはっきりしてないけど、例えばスナイパイとか、はい、まあ旧シンデレラブレードの子を考えると、はいはい、1パイあるかないかだと思う。いや、だからこれですよ、これですよ、わかりました、皆さん見ましたか、液晶とこれを同時にやると悔しい、殴りてぇ。お、あ、まあまあまあ、まあ、あれ以外は大したことないけどね。まあまあまあ、でもすごいわ。おー、来ました、はい、どうですか。